バラ戦争は、100年戦争終戦後に発生した、イングランド中世封建諸侯による内乱であり、実情としては100年戦争の敗戦責任の、押し付け合いが、時代のイングランド王朝の失権争いへと、発展したものと言える。また、フランスのノルマンディ履行二世義王務がイングランドを、征服した、ノルマンコンクエストの後、安住帝国を築いたプランタジネット家の、 男系暴流であるランカスター家とヨーク家の30年に及ぶ権力闘争でもある。最終的にはランカスター家の女系の血筋を引くチューダー家のヘンリー7世が武力でヨーク家を倒しヨーク家のエリザベス王女と結婚してチューダー朝を開いた。1455年5月にヨーク公リチャードがヘンリー6世に対して反乱を起こしてから 1485年に、チューダー朝が成立するまで、プランタジネット家暴流のランカスター家とヨーク家の間で戦われた権力闘争である。ヨーク家とランカスター家は、共に、エドワード三世の血を引く家柄であった。ランカスター家が赤バラヨーク家が白バラをバッジとしていたのでバラ戦争と呼ばれているが、この呼び名は、後世のこととされる。百年戦争中に、 ランカスター家は、プランタジュネット長を倒して、ランカスター朝を成立させていた。1422年、フランス王に対する勝利を、重ね百年戦争における優位を確立した、ランカスター長2代のヘンリー5世が死去し、生後9ヶ月のヘンリー6世が、イングランド王に即位した。1430年代以降、大陸での戦況が不利になると、 フランスから嫁いだ王妃マーガレット・オブ・アンジューやサマセット公エドムンド・ボーフォートをはじめとする国王側近の和平派とプランタジーネット家暴流のヨーク公リチャードを中心とした主戦派とが権力闘争を繰り広げるようになった。イングランドは百年戦争に敗れ、ヘンリー六世は精神作乱を起こして闘争を収拾できなかった。両派は対立を深め、 1455年に第一次、セント・オールバーンズの戦いで、両派間に、火蓋が切られた。以後30年間、内戦が、イングランド国内で繰り広げられる。勝利した、ヨーク公は権力を掌握するが、マーガレット王妃率いるランカスター派の巻き返しを受けて、ヨーク派が、窮地に陥ると1459年に、戦いが再開した。 1460年のノーサンプトンの戦いで、ヨーク派が勝利して、ヘンリー6世を捕らえ、ヨーク公は王位を目前にするものの、スコットランドの援助を受けた、マーガレット王妃の反撃を受けて、ウェイクフィールドの戦いで戦死した。1461年、マーガレット王妃は、ウォリック博、リチャード・ネビルを破って、ヘンリー6世を奪回するが、ロンドンの占領に失敗する。 ヨーク公の着難エドワードが、ウォリック博と合流して、ロンドンに入場し、新国王エドワード4世に衰退されて、ヨーク朝が成立した。タウトンの戦いでヨーク派が対象しない戦の勝敗は、決した。1465年には、ヘンリー6世も捕らえられ、幽閉されている。大いについた、エドワード4世であったが、成立した政権は、不安定であった。 エドワード4世は身分違いのエリザベスウッドビルとの結婚を独断先行させ、ウッドビル一族を徴用したこと、そして外交政策の意見の相違から、ウォリック博の反逆を招いた。1469年に、ウォリック博は王帝クラレンス公ジョージと共に反乱を起こして、エドワード4世を一時屈服させるが、 翌1470年にエドワード4世が両人を反逆者と宣告すると国外逃亡を余儀なくされた。ウォーリック博は宿敵であった。マーガレット王妃と和解してランカスター派と手を結び、イングランドに上陸してエドワード4世を国外に追いやり、ヘンリー6世を復位させた。だが、エドワード4世はブルゴーニュ公の援助を受けて翌1471年に イングランドへ攻め入り、バーネットの戦いで、ウォリッククを廃止させ、さらにトゥークスベリーの戦いで、ランカスター軍を打ち破って、マーガレット王妃を捕らえた。ヘンリー6世とエドワード王子は殺害され、ランカスター家の王位系証券者はほぼ根絶やしにされた。1483年に、再び天気が訪れた。エドワード4世が急死すると、 王帝グロスター公リチャードはエドワード4世の幼い、維持エドワード5世と母皇エリザベスウッドビルの一族を排除し、諸行や市民の衰退を経て、リチャード3世として即位する。リチャード3世の即位に反対する勢力によって、国内は再び混乱した。フランスに亡命していたランカスター派のリッチモンド白ヘンリー・チューダーは、1485年に兵を率いて、 イングランドに上陸すると、ボズワースの戦いで、リチャード3世を打ち破った。ヘンリー・チューダーはヘンリー7世として即位すると、エドワード4世の王女エリザベス・オブ・ヨークと結婚して、ヨーク家と赤いし、新たに、チューダー朝が開かれた。ヨーク家の白バラ、ランカスター家の赤バラバラ戦争の名称は、二つの王家のヘラルディックバッジであるヨーク家の白バラ。 ランカスター家の赤バラに由来するものである。もっとも、ランカスター家の赤バラの使用は、戦争最末期である。この名称は19世紀の小説家、ウォルター・スコットのガイア・スタインの案以降に広く用いられるようになった。当時の疑似封建制の下この戦争に参加した者たちの多くが、直接使えるまたは被護者となっている諸公のバッジが、あしらわれた、おしきせを着用していた。 例えば、ボズワースの戦いでは、ヘンリー・チューダーの軍勢は、赤い竜の旗の下で戦い、ヨーク軍は、リチャード3世のバッジである、白いイノシシを用いていた。戦後、ヘンリー7世は、赤バラと白バラを合わせて、ヨーク家とランカスター家の融合の象徴とした、チューダーローズのバッジを用いた。ライバル両家の名称は、各々、ヨークとランカスターの町に由来するが、 両勢力の支持基盤とはほとんど関係がない。ヨーク家はミッドランドとウェールズ協会地方に勢力を張り、カモン名のヨークシャーではランカスター家が優勢だった。ブレティニーカレー条約時のイングランドとフランスの領域。イングランド王領域ブレティニーカレー条約によるイングランド獲得地、トロワ条約時のイングランドとフランスの領域。 フランス王領域ブルゴーニュー皇僚1330年代のスコットランド政策をめぐってのフランス王フィリップ6世とイングランド王エドワード3世との対立が100年戦争の発端となった。当時のイングランド王は大陸に領地を有するアキテーヌ公を兼ねており、フランス王の風神としての立場でもあった。フィリップ6世がエドワード3世の風神霊の不備を理由に、 アキテーヌ領の没収を宣言すると、エドワード3世は、バロア家のフィリップ6世の即位の不法性を申し立て、1340年に、自ら、フランス王を宣言して、フィリップ6世と改戦した。エドワード3世と、有能な小水であるエドワードクロ大使は、クレシーの戦いとボアティエの戦いで、フランス軍に対象して、戦局を有利に進めた。 1360年のブレティニーカレー条約で、大い請求権放棄の見返りに、旧安住王領の回復とカレー、ポンティユー、ギーヌの割情を、フランス王に飲ませることに成功する。だが、その後、国内では、反乱が起こり、黒大使が病に倒れたことで、戦況も不利になり、カレー、ボルドーを残して征服した領域のほとんどを、失ってしまう。 バラ戦争につながる大貴族間の構想はエドワード三世によって種をまかれた。エドワード三世と王妃フィリッパ・オブ・エノーは13人の子を設けており、成人した男子は5人である。エドワード三世は彼らをイングランド貴族の女子相続人と、シュワセ、クラレンス、ランカスター、ヨークそしてグロスターといったイングランド発の公爵家を創設させた。 これら公爵家の子孫たちは、最終的には、国王位をめぐって、相争うようになる。1377年に、エドワード3世は死去し、王位は、その前年に没したエドワード黒大使の子でわずか9歳の、リチャード2世が継承した。エドワード3世の子で、初代クラレンス公、ライオネル・オブ・アントワープもまた後を追って死去しており、娘のフィリッパが残され、 リチャード2世の大井継承権者となった。フィリッパは第3代マーチ博、エドマンド・モーティマーと結婚した。1381年にエドムンドとフィリッパは相次いで死去した。このないリチャード2世は彼らの息子の第4代マーチ博、ロジャー・モーティマーを大位継承者に指名したが、ロジャーは1398年に死去してしまい。 第五大マーチ博、エドマンド・モーティマーが残された。黒大使の系統が断絶した際には長断し、相続権法に基づけば、ライオネル・オブ・アントワープの子孫である、第五大マーチ博が王位を継承するべきであった。だが、実際にはそうはならず、このことがバラ戦争の決定的な要因となった。ヘンリー4世、ヘンリー5世100年戦争に苦戦していた、リチャード2世は、 ワット・タイラーの乱をはじめとする頻発する民衆反乱に悩まされ国費の浪費と超新政治が議会から批判を受けた。1399年におじのランカスター公ジョン・オブ・ゴーントが死去するとリチャード2世はジョン・オブ・ゴーントの着子ヘンリー・ボリングブルックを領地没収と国外追放に処した。ボリングブルックは帰国し当初は ランカスター公ぐらいの回復を主張していた。多くの貴族が彼を支持するようになると、彼はリチャード2世を廃位してヘンリー4世として即位し、ここにランカスターさが成立した。若年のエドムンド・モーティマーの多い継承権を支持する貴族はいなかった。しかし即位から数年が経つと、ヘンリー4世はウェールズ、 チェッシャーそしてノーサンバーランドでの反乱に直面することになり、これらの反乱は第5代マーチ博エドムンド・モーティマーの王位継承を大義名分に利用した。これらの反乱はいくらかの困難を伴いながらも鎮圧された。1413年、ヘンリー4世が死去するとヘンリー5世が王位を継承した。過断な性格であったヘンリー5世は、 国内が安定していたことから中断していた100年戦争を再開すると1415年自ら兵を率いてフランスへ侵攻しアジャンクールの戦いにおいてフランス諸公の連合軍を打ち破ったそして1420年フランスとトロワ条約を結びヘンリー5世の失孫によるフランスは多い継承権を認めさせたヘンリー5世の9年間の治世では サウサンプトンの陰謀事件が起こっており、エドワード3世の第4子エドマンド・オブ・ラングリーの子であるケンブリッジ博、リチャード・オブ・コニスバラがアジャンクールの戦いに先立つ1415年に反逆罪で処刑されている。ケンブリッジ博の妻で王い継承権を有するアン・モーティマーは1411年に死去している。アンの弟の第5代マーチ博は、 ヘンリー5世に忠実であり、1425年に子を残さずに死去しており、その多い継承権と称号は、アンの子孫に相続された。ケンブリッジ博とアンモーティマーのこのリチャードは、父が処刑された時には4歳であった。ケンブリッジ博は主権を剥奪されたが、後にヘンリー4世は、アジャンクールの戦いで戦死したケンブリッジ博の兄の、ヨーク公。 エドワードの称号と領地をリチャードに相続させている。ヘンリー五世には三人の弟がおり、彼自身も創建で結婚もしており、ランカスター家の王位は揺るがぬものと見られていた。ヘンリー六世。作者不明、1620年頃、恩和な性格で信仰心が厚く、王者よりも聖人たる人物だったと言われる。知性中に、幾度か、精神錯乱を起こしており、 大貴族たちの権力闘争を招いた。1422年8月31日に、ヘンリー5世が急死し、即位した一人息子ヘンリー6世はわずか生後9ヶ月だった。その2ヶ月後に、フランス王シャルル6世も死去しており、トロワ条約に従えば、フランス王位は、ヘンリー6世のものとなるが、王大使シャルルを要するアルマニアック派はこれを容認しなかった。 ヘンリー6世には、ベッドフォード公ジョンとグロスター公、ハンフリーの二人のおじがおり、年長のベッドフォード公が五国教となり、ベッドフォード公が、イングランド不在時は、グロスター公がその役割を果たすことになった。だが、グロスター公とランカスター家暴系のウィンチェスター司教、ヘンリー・ボーフォート、サフォーク博、ウィリアム・ドラポールとが反目するようになった。1429年、 ジャンヌ・ダルクの活躍によってアルマニャック派がオルレアンを解放し、シャルル7世はランスでフランス国王の戴冠式を挙行した。イングランド側もパリを一時的に確保して1431年にヘンリー6世のフランス国王戴冠式を挙行するが、1435年のアラスの和訳で同盟者であったブルボーニュ皇フィリップ3世がシャルル7世と交わし、 イングランドにとって情勢は不利になった。ベッドフォード公が1435年に死去すると、ヘンリー6世は権力争いが絶えない、表議員や顧問官に囲まれることとなった。グロスター公は、五国教の地位を求め、この目的を遂げるべく意図的に庶民の人気を得ようと、格索したが、数奇教ヘンリー・ボーフォートやサフォーク博の抵抗を受けた。 ヘンリー6世とマーガレット・オブ・アンジューとの婚儀、マーシャル・ディ・オーベル・ニューが15世紀。サフォーク博は、フランス国王との和平政策を推進し、シャルル7世の王妃、マリーの名にあたるアンジュー公、ルネの皇女・マルグリットとヘンリー6世との結婚を取り決めた。1445年に結婚式が取り行われたが、この和平には、メーヌの活動が含まれており、 イングランド国内では大変に不評だった。1447年、サフォーク公は和平に反対するグロスター公ハンフリーを反逆罪で逮捕し、その5日後に、グロスター公はベリーセントエドマンズの牢獄で死去した。グロスター公を死に追いやったことで逆に、サフォーク公の立場が悪くなり、今度はフランスとの和議を破棄して攻撃を行うが、失敗して、 フランスの領土のほとんどを喪失してしまう。1450年に、サフォーク公は失脚し、国外追放の途上で殺害された。代わって、サマセット公エドムンド・ボーフォートが和平派の中心人物となった。一方、1446年まで、フランス及び、ノルマンディーの総督職に就いていた、ヨーク公・リチャードが主戦派の中心となり、宮廷取り分け。 サマセット港を退伏戦において資金と兵士の供給を滞らせたと激しく非難した。1450年、ケントにおいて民衆暴動が発生した。ヨーク港の重邸を自称する経度に引きられた一気軍は政治的要求を掲げてロンドンに向かい政府軍と衝突するがこれを打ちまかしてロンドンの一部を占拠し、 ケント州長官と定身一名を殺害した。政府が斜面上を出したことによってボートは死産したが、軽度を含む幾人かが処刑された。1452年、アイルランド総督に左遷されていた、ヨークコ・リチャードがイングランドに帰還し、サマセット港の排除と政府の改革を求めて、ロンドンへと進軍した。この時点では、彼の大胆な行動に組みする貴族はわずかであり、 ブラックヒースでヘンリー6世と会見するが欺かれて拘禁された。彼は1452年から1453年にかけて投獄されるが、恩赦により釈放されている。国王ヘンリー6世の御前で言い争うサマセット公とヨーク公。エイクロニクル・オブ・イングランド1864年宮廷での不協和音は国内全土にも反映されるようになり、貴族たちは、 死闘を繰り広げ、国王の権威や宮廷法に対する不服従を示すようになった。北東部でのパーシー家とネビル家の争いはこの時代の典型的な死闘で他の貴族たちも制約を受けることなくこれを行った。多くの場合はそれらは古くからの貴族とヘンリー4世以降に対等するようになった信仰貴族間で戦われた。古くから ノーサンバーランド博の地位を有するパーシー家とこれに比べると、成り上がりのネビル家との争いはこのパターンであり、これ以外では、コーンウォールとディボンで行われたコートネー家とボンビル家の死闘がある。フランスではシャルル7世がイングランド軍を追い詰め、1453年10月19日、イングランド軍最後の拠点であったボルドーを攻め落とした。 その後イングランド勢力による反撃が試みられたが、小銭い程度であることから、これをもって100年戦争は終結したとみなされている。1453年8月に、ヘンリー6世は、最初の発作に見舞われて、精神錯乱に陥り、王子の誕生さえ認識できないありさまとなった。マーガレット王妃は自らを摂政にするよう、要求したが入れられず、 貴族院の指名により、ヨーク公が五国教に任命された。彼はすぐにこの権力を大胆に行使し、サマセット公を投獄するとともに、パーシー家のノーサンバーランド博と指導を行っていた、彼の同盟者ネビル家を支援した。1455年に、ヘンリー6世が回復すると、ヨーク公の政策は覆され、サマセット公が復帰した。マーガレット王妃は、 ヨーク公に対抗する党派を構築して、彼の影響力を奪う陰謀を画策した。次第に追い詰められていった、ヨーク公と、その一党は、身を守るために武力を持って対抗することを決意する。15世紀のイングランドは、真珠剣を主張し、民衆からは神に支持され、導かれる、性別された君公と信じられていた国王に、統治されていた。王権の主なる機能は、 敵から民衆を守ること、公正に統治すること、そして法を維持執行することであった。このような社会での主権者の性格は、自らの安全確保と進化の安寧に依拠するがために、寛容であった。統治と君臨によって国王は、強大な権力を振るうが、300万人の国民を、要する政府の複雑性は、政府機関の数が増すとともに、 進化への権限の委任の増加を導いた。多い継承法は明確なものではなかったが、一般的には年長のこと、その相続人に継承させる、長男子相続権の規則が適用されていた。12世紀の女君主、マティルダの短い知性から、1399年のリチャード2世の囲までの時期は、プランタジネット町には、 多数の男系検証者が存在していたために、この長男子相続権でも問題が生じなかった。しかし、1399年から15世紀の末には、法学者、ジョン・フォーテスキューの1460年代の著作が言う、ところの、強大化しすぎた進化の台頭により、王位は構想の的となった。この時代は、王位請求者、もしくはその黒幕とならんとの野心を持つ、 強大な大貴族があまりにも多くいた。この結果、新たなそして不穏な要素が王位継承の決定に加わることになり、権力に対する支持の横行となった。国土の防衛はとりわけ重要であり、イングランド国民の多くが軍事的成功に重きを置いていた。それゆえに国王は有能な戦士とみなされねばならなかった。 バラ戦争の名で知られる一連の内戦の決定的な要因は国王自身は常備軍を有していなかったことである。国王は必要な際に自らを守る兵の動員を貴族たちに依存しており、そのためもしも刺激させればその兵力を国王に向けかねない貴族やジェントリとの関係を良好に保つことが不可欠であった。このことは国王が 大貴族間の権力闘争を抑止する責務にもつながっている。イングランド騎士の甲冑。写真は16世紀、チューダー朝時代のもの。バラ戦争は、主に大土地所有の大貴族の間で行われた。彼らは王族たる公爵、比較的少数の公爵や伯爵、多数の男爵と騎士、そして土着のジェントリたちであった。彼らは広大な私有地を持つ一方で、 投資や貿易によって財産を増やし、政略結婚によって政治的影響力を拡大していた。彼らは、封建的な故障からなる武力によって支えられており、しばしば外国人傭兵も抱えていた。雇用された多数の兵士を統制する行為は、法上として知られる。このような紙幣の規模の他に、貴族の威信は、故障団によっても図られた。 故障団の一員となった故障はその貴族のおしきせを着用し、戦役に従軍する。その見返りとして、貴族は年金の支払いや法的な保護そして土地や官職といった報酬を与えた。この非公式なおしきせと法助の制度は百年戦争に続く、封建制度の衰退を通じて現れたもので、封建制度本来の土地の授受を媒介とした。 呂神として貴族に仕えるあり方ではなく、敷瀬された故障として、貴族と受け負い契約を結ぶ、歴史家の言うところの、議事法建制の一環であった。バラ戦争の時期には、フランスでの戦いに敗れ、イングランド軍から除隊させられた、多数の兵士たちの存在があった。貴族たちは彼らを雇用して襲撃、または、 重心と共に法廷に引き連れていき、原告や傍聴人そして判事に対する威嚇に用いた。前世紀の戦争の経験から、旧兵に対する騎兵突撃が極めて危険なことが、わかり、旧兵たちは、ほとんどの場合、徒歩で戦った。しかしこれはしばしば言われるが、貴族の方が兵士よりも危険が大きかった。ブルゴーニュ人の観察者、フィリップ・ド・コミュンルは、 エドワード4世が戦場で勝利を決した際に、兵士は逃がしてやれ。だが貴族は、容赦するなと命じていたと伝えている。シェイクスピア作、ヘンリー6世、第1部の一場面。ヨーク公リチャードと同志が白いバラを選び、サマセット公、エドムンドは赤いバラを選んでいる。ヘンリー・ペインが、1908年頃、1455年5月、 代表議会開催のために、レスターに向かっていたヘンリー六世、マーガレット王妃そしてサマセット公エドムンドの宮廷一行は、公正な審理を求めるべく、ロンドンに向けて南下していた、ヨーク公リチャードの軍勢へと対峙することになった。5月22日、ロンドン北方の戦闘オールバンズで、両軍は衝突する。比較的小規模なこの第一次戦闘オールバンズの、 戦いはこの内戦における最初の改戦となった。戦いはランカスター派の敗北に終わり、サマセット校は戦死し、ノーサンバランド博をはじめとする、ランカスター派の主だった指導者たちは処刑された。開戦の後、ヨーク派は表議員や従者たちに見捨てられて、人幕で一人佇んでいたヘンリー六世を見つけ、国王は明らかに精神以上に陥った状態だった。 この勝利により、ヨーク公と彼の同盟者たちは再び影響力を取り戻した。10月、国王が執務不能なために、ヨーク公が再び五国教に任命され、議会は彼が国王に武器を向けたことについて不問に付した。ヘンリー六世が回復すると、1456年2月にヨーク公は五国教を解任された。同年6月、ヘンリー六世は、 ミッドランド地方に行行し、マーガレット王妃は、ランカスター家寮や、王太子寮に近いコベントリーに宮廷を置かせた。その後、サマセット湖ヘンリー・ボーフォートが、国王の長身として対等するようになった。一方、ヨーク湖は、アイルランド総督に復職しており、また、ウォリック博は、カレー総督となり、各々ヨーク派の拠点となしていた。首都と、北。 イングランドでの無秩序が広まり、南部海岸ではフランス海軍による海賊行為が増加していたが、国王と王妃は自らの地位を保つために動かなかった。一方、ヨーク派のウォリック博は商人の守護者としてロンドンで人気を集めるようになっていた。1458年春、カンタベリー大司教トマス・バウチャーは両派の和解を調停しようとした。 代表議会のために諸行がロンドンに集められ、町は武装した重心たちでいっぱいになった。大司教は、第一次戦闘オルバーンズの戦い以降の流血の、死闘を解決するための複雑な和解策を話し合った。その後、3月25日の聖母、マリアの受退告知の祝日に、国王は愛の日の教会行列を、 セントポール大聖堂に向かって挙行し、ランカスター派とヨーク派の貴族たちが手に手を取って、これに続いた。協会行列と会議が終わるとすぐに陰謀が再開した。カレー総督のオリック博は、ハンザ同盟やスペインの船を襲撃して、人気を博すが、本国政府にとっては、不愉快な行動だった。彼はサモンのために、ロンドンに召喚されたが、 自分の生命を脅かそうとする企てがあると主張して華麗に戻った。ヨーク公、ソールズベリー博そしてオリック博はコベントリーの代表議会に招集されたものの彼らは自らの支持者から切り離された上で逮捕されると危惧しておりこれを拒絶した。ラドロー城、シュロップシャー南部ヨーク公はネビル一族をウェールズ協会地方のラドロー城に集結させた。 1459年9月23日、ランカスター軍は、ヨークシャーのミドルハム城から、ラドロー城へ向かっていたソールズベリー博の新軍を、スタッフォードシャーのブロアヒースの戦いで迎え撃ったが、敗北した。それからしばらく後の10月12日、合流した、ヨーク軍は、ラドフォード教の戦いで、数に勝るランカスター軍と対戦する。戦いは、ウォリック博が、 カレー守備隊から派遣したアンドリュー・トロロープの部隊が、寝返ったために、ヨーク軍の敗北に終わった。ヨーク公はアイルランドへ戻り、長男のマーチ博、エドワード、ソールズベリー博、そしてオリック博はカレーへ逃れた。ランカスター派が、主導権を取り戻し、ヨーク公と、その支持者たちは反逆罪で、試験剥奪処分を受けて、 所領と称号を奪われ、ヨーク港とその子孫の多い継承権も結核とされた。サマセット港がカレーを摂取すべく派遣されたが、ウォリック博はカレーを守り抜いた。1460年1月から6月にかけて、ウォリック博はカレーからイングランド沿岸部を逆襲して国王軍に打撃を与えた。3月、ウォリック博は、 ヨーク湖と作戦を協議するためにカレーを発し、エクセター港を率いる国王艦隊を巧みにかわしてアイルランドに渡った。1460年6月、ソールズベリー博とオリック博そしてマーチ博エドワードが海峡を越えてサンドウィッチに上陸し、人望の厚いオリック博のもとに兵が集まり、7月にロンドン島を除くロンドン市街を制圧した。 コベントリーの宮廷にいた国王と王妃は軍隊を召集すると、ヨーク派に対するべく、ヘンリー6世の軍は南化し、マーガレット王妃は、エドワード王子と共に、コベントリーに泊まった。7月10日のノーサンプトンの戦いで、ウォリック派は、グレー卿の裏切りもあって、ランカスター軍を撃破できた。この戦いで、ランカスター派のバッキンガムハンフリー・スタフォード、シュルーズベリー博、 エグリモント教、ボーモント教らが戦死した。ヘンリー6世はまたもヨーク派に捕らえられ、彼は明らかに精神的な異常に見舞われている様子だった。国王を手中に収めたヨーク派はロンドンに外戦する。この軍事的成功を踏まえ、ヨーク公リチャードはランカスター家系の非合法性を根拠とする王位請求へと動いた。 ウェールズに上陸した、ヨーク公とその妻セシリーは、国王と同じ形式で、ロンドンに入場した。10月に開催された議会で、ヨーク公は王座を占めようとするが制止され、王位請求を宣言するものの、諸公たち、ソールズベリー博やウォリック博までもが、以前として、ヘンリー6世に対する忠誠義務を捨ててはおらず、ヨーク公に同調しようとはしなかった。ヨーク公は、 自らが、ランカスター家より、兄の血統に当たるライオネル・オブ・アントワープの子孫で、あることを根拠により優位の多い継承権を有すると主張する文書を、貴族院に送り、重ねて、王位を請求した。議会における、長い議論の後に、妥協案である、合意令が成立した。ヨーク公が、ヘンリー6世の多い継承者と認められ、6歳の、 エドワード王子の継承権は排除された。この取り決めは彼に要求した大部分を与えており、彼は五国教に就任し、ヘンリー六世の名の下で全土を支配し得た。マーガレット・オブ・アンジュー、タルボット・マスターガが、1445年頃、夫ヘンリー六世に代わり、ランカスター派の中核としてヨーク派に必要に抵抗した。シェイクスピアは、 劇中で彼女をフランスのメス狼と表現した。マーガレット王妃とエドワード王子は以前としてランカスター派の勢力圏にあった北部ウェールズへと逃れた。その後彼らはカイロスコットランドに渡り炎上を仰いだ。スコットランド王ジェームズ2世の王妃メアリー・オブ・グエルダースは軍隊の太陽の条件としてベリックの割情とメアリーの王女とエドワード王子との 婚約を提示した。マーガレット王妃はこの条件を飲んだが、彼女には兵士に給与を支払う財産がなく、南イングランドでの略奪を認めた。マーガレット王妃の軍は、ヨークシャーを制圧し、彼女のもとへランカスター派が集結した。1460年暮れに、ヨーク公リチャードは、ソールズベリー伯と共に、北部のランカスター軍を撃つべくロンドンを出発した。 12月21日に、ヨーク港は、ウェイクフィールド近郊のサンダル城に入るが、マーガレット王妃の軍勢は、ヨーク港の4倍に膨れ上がっており、彼は援軍を待って、城に止まるが、ランカスター軍はこれを包囲して、食料補給を遮断した。12月30日に、ヨーク港は城を出撃して、ランカスター軍に対して、野戦を挑んだ。ウェイクフィールドの戦いは、 ランカスター軍の勝利に終わり、ヨーク公と17歳の次男のラトランド博、エドムンドが戦死し、ソールズベリー博は捕らえられ斬首された。マーガレット王妃は、ヨーク公の首に、髪の王冠をかぶせた上で、彼らの首をヨークの縄文にさらさせた。太陽が三つに見える、現実現象の写真。ウェイクフィールドの戦いの結果、 戦死した、ヨーク公、リチャードの長男で18歳のマーチ博エドワードが、ヨーク公くらい及び合意令に基づく、大い請求を継承することになった。彼は、ウェールズ協会地方の親ヨーク派の軍勢を急合し、1461年2月2日、ウェールズに侵攻してきたオーエン・チューダー、ペンブルック博ジャスパー・チューダーフ氏とウィルトシャー博、ジェームズ・バトラーの率いるランカスター軍を、 ヘレフォードシャー近くのモーティマーズクロスで迎え撃った。この戦いの前、彼は仏業に見えた三つの太陽を、小洋区公、リチャードの生き残った三人の息子の具現であるとし、勝利の前触れであると告げて、兵たちを奮起させた。このことにちなみ、エドワードは後に、太陽の交際を、自らのヘラルディックバッジに取り入れさせている。海戦は、軍の勝利に終わり、 ヨークコエドワードは、オーエンチューダーを処刑した。一方、敵の狩領ヨークコリチャードを撃ち取った、マーガレット王妃のランカスター軍は、南イングランドで略奪行為を行いつつ、国王奪回を目指して、南下を続けていた。ウォーリック博はこれをヨーク派への支持を強めるための、プロパガンダに利用し、コベントリーの街はヨーク派に倉替えしている。 ウォリッククの軍勢は交通上の要衝たる、戦闘オールバンズの北側に陣地を築いたが、敵軍に数で圧倒されており、マーガレット王妃軍は西に迂回して背後から彼の軍勢に襲いかかった。2月17日の第二次戦闘オールバンズの戦いは、ランカスター軍の圧勝に終わった。ヨーク軍は、ヘンリー6世を置き去りにして改装し、国王は、 街の一軒家の中で発見された。戦闘後、すぐに、ヘンリー6世は30人のランカスター軍兵士に、ナイト尺を授けた。マーガレット王妃は6歳になる、エドワード王子に、ヨーク軍の騎士の処刑方法を決めさせている。ランカスター軍の南イングランドでの略奪行為により、ロンドン市民は、強硬状態に陥り、ランカスター派の威信は地に落ちていた。 マーガレット王妃は、ロンドンの明け渡し交渉を行うが、市民は縄文を閉じて、国王と王妃の入場を拒んだ。タウトンの戦い、リチャード・カトンウッド・ビル・ジュニアが、1922年、ウォリック博の残存兵力と合流した、ヨーク公、エドワードの軍勢は、西部からロンドンへと進軍した。同じ頃、王妃軍は、ダンスタブルに撤退しており、 1461年2月27日、ヨーク湖エドワードとオリック博は難なくロンドンに入場できた。ロンドン市民は彼らを熱狂を持って迎え、ヨーク派は、首都局から財政援助も受けた。この時点においてエドワードはもはや、訓測の間を除くとは主張しなくなっており、この内戦は、大い争奪戦となった。ヨーク派は、 千年の合意例に基づく正当なる王位継承者の殺害を許したヘンリー6世は大いにあり続ける権利を喪失したと主張した。3月4日、7人の生俗諸公からなる評議会とロンドン市民からの衰退を受けたヨークコエドワードは大いに就いた。彼はヘンリー6世とマーガレット王妃を処刑するか国外、追放するまで公式な戴冠式は行わないと誓った。 3月19日、ヨーク軍がロンドンを出発し、エドワードとウォリック博は兵を集めつつ北上した。3月27日から28日にかけて、ウォリック博率いる前衛部隊がランカスター派の本拠ヨーク近くで、ランカスター軍と衝突した。3月29日、ヨーク西方のタウトンで両軍の決戦が行われた。このタウトンの戦いは、バラ戦争最大の戦いとなった。 強風と降雪の中で数万の兵が衝突し、終日戦われたこの海戦は、エドワード率いるヨーク軍の決定的な勝利に終わり、ランカスター軍は指揮官の多くが命を落として、改装した。ヨーク軍約1万2000人、ランカスター軍約2万人が戦死しており、イギリス本土において1日の戦闘で命を落とした、数としては最大のものとなった。 ヨークで待機していたヘンリー六世と王妃そしてエドワード王子は敗戦を伝えられるとスコットランドへ逃亡した。生き残ったランカスター派の貴族の多くは新国王エドワードに忠誠を誓い、それ以外の者たちは北部国境地帯やウェールズの城塞に立てこもった。エドワードはヨークを占領すると城門に掲げられていた父と弟ソールズベリー博の支給を下ろさせ、 代わりに、ウェイクフィールドの戦いの後にラトランド博を処刑した、ことで悪名高いクリフォード教ジョンをはじめとする、ランカスター派貴族の子宮を晒させている、エドワード4世、作者不明、1520年頃1461年6月、ロンドンにおいて、エドワード4世の正式な退冠式が、支持者たちからの熱狂的な歓迎を受けつつ挙行された。 エドワード4世はおよそ10年間、比較的平穏な統治を行った。北部では、エドワード4世の支配は1465年まで、完遂しなかった。タウントンの戦いの後、ヘンリー6世とマーガレット王妃は、スコットランドに逃れ、ジェームス3世の宮廷に身を寄せた。この年の暮れに、ランカスター軍はカーライルを攻撃したものの、資金のない彼らは、容易に撃退され、 エドワード4世の軍隊は北部地方に残るランカスター残党を総統を行った。ダンスタンバラ城、アニック城、バンバラ城といったノーサンバランドのランカスター派の城塞は数年にわたって持ちこたえている。1464年には来たイングランドでランカスター派の放棄が起こった。サマセット港ヘンリー・ボーフォートを含むランカスター派貴族が反乱を指揮した。 この反乱は、ウォリック博の弟モンターギュ卿ジョン・ネビルによって、鎮圧された。貨幣のランカスター軍は4月25日のヘッジレームーアの戦いで打ち破られたが、この時のモンターギュ卿はヨークへと向かう、スコットランド施設を護衛する、任務中であったため、即座に追撃することはできなかった。5月15日のヘクサムの戦いで、 ランカスター軍は撃滅されて、サマセットコーラ指導者たちは捕らえられ、後に処刑されている。北部のランカスター波状祭はこれ以前に陥落しており、1465年には、ランカシャーのクリザーローで、ヘンリー6世が捕らえられた。彼は、ロンドンに連行されて、ロンドン島に遊兵され、当面は低調に偶された。同時期にイングランドとスコットランドとの妥協が、 成立すると、マーガレット王妃とエドワード王子は、スコットランドからの退去を余儀なくされ、カイ路で、フランスに渡り、数年間の休迫した、亡命生活に甘んじなければならなかった。唯一残っていた、ランカスター派の拠点、ウェールズのハーレフ城は7年の包囲戦の末、1468年に、降伏した。A クロニクル・オブ・イングランド、1864年。 未亡人となったエリザベスウッドビルがエドワード4世のもとへ、領地の返還を西岸に訪れたことが出会いとなった。彼女との身分違いの結婚が後の動乱を招くことになった。エドワード4世擁立の立役者となったオリックハクはイングランド最大の土地所有者になっていた。妻の財産によってすでに結出した大貴族になっていたが、その上に、 父の領地を相続し、さらには没収された、ランカスター派棄族の領地をも与えられていた。彼にはご校長官職と加齢守備隊司令職が与えられた。ウォリック博は、新仏派の立場を取り、エドワード4世とフランス王族との縁組を、ルイ11世と交渉していた。しかし、エドワード4世はランカスター派棄士の未亡人の、エリザベスウッドビルト1464年に、 秘密結婚をしていた。後にエドワード4世はこれを覆せない事柄として公表し、縁談を進めていたオリック博の面目を失わせることになった。エドワード4世は、エリザベス王妃の父リチャードウッドビルをリバーズ博に、弟のアンソニーをスケールズ卿に、そして連れ子のトマス・グレーをドーセットコートなし、親族の多くを貴族と結婚させ、 その他の者たちも、借位や官職を授与した。エドワード4世は、ウッドビル一族の徴用にとどまらず、側近たちにも、借位を与え、さらには、ネビル一族の宿敵であるパーシー家の維持、ヘンリー・パーシーにノーサンバランド伯借位を変換させ、独自の党派形成を策した。ウォリック伯リチャード・ネビル。第一次内乱では、エドワード4世即位に対抗あり、 第二次内乱では、ヘンリー6世を福井させたことにより、後世、キングメーカーの異名を受けた。エドワード4世が、フランス国王との同盟ではなく、ブルゴーニュ公シャルルに、大妹マーガレットを嫁がせて、同盟を結んだことや、弟のクラレンス公、グロスター皇とオリック博の娘たちとの縁組に、乗り切れなかったこともオリック博を失望させる要因となっていた。 エドワード四世もウォリック博の弟のヨーク大司教、ジョージを少所部長官職から解任して、ネビル一族排除の動きを見せる。ウォリック博は、認知の加齢から、国王の不正を求断するとともに、エドワード四世の意に反して、ウォリック博の娘イザベルと結婚した王帝、クラレンスコー・ジョージと名役を結んだ。年月、ウォリックの先導によって、 北部地方でレデスデールのロビンの反乱が起き、エドワード4世は、血末に赴いた。ウォリック博は、カレーの軍勢を率いて、ケントに上陸するが、エドワード4世は7月6日のエッジコート、ムーアの戦いで、反乱軍に敗れていた。エドワード4世は、バッキンガムシャーのオルニーで捕らえられ、ヨークシャーのミドルハム城に遊兵された。ウォリック博は、 王妃の父リバーズ博と弟ジョインを処刑し、エドワード4世の側近たちも粛清したが、エドワード4世自身の非合法性を唱えて、クラレンスコを擁立する動きをすぐには起こさなかった。国内は大混乱に陥り、貴族たちは再び紙幣を用いた構想をはじめ、ランカスター派は反乱を煽動した。ウォリック博の権力掌握を支持する貴族はわずかだった。 エドワード4世は、ヨーク大司教ジョージに伴われて、ロンドンに入り、ウォリック博と、表面的な和解を成した。1470年3月、リンカンシャーで、さらなる反乱が起こった。エドワード4世は、ウォリック博と、疎遠なものを選んで国王軍を召集し、ルーズコートフィールドの戦いで、反乱軍を打ち破った。捕虜になった首謀者は、 ウォリック博とクラレンス公の強さによる反乱であったと証言した。彼らは反逆者と宣告され、フランスへの逃亡を余儀なくされた。マーガレット王妃に忠誠を誓うウォリック博。イクロニクル・オブ・イングランド、1864年、ウォリック博の最後。エイクロニクル・オブ・イングランド、1864年、フランスには、マーガレット王妃とその息子が、すでに亡命していた。 エドワード4世と彼の議定にあたるブルゴーニュ公、シャルルとの同盟に、危機感を持ったフランス王ルイ11世は、ウォリッククとマーガレット王妃との同盟を提案した。フグ大典の敵同士だった両者は、同盟に合意し、ウォリッククは王妃に敵対行為を謝罪して、忠誠を誓い、ウォリッククの娘アンとマーガレット王妃の子、エドワード・オブ・ウェストミンスターとの婚姻が成立した。 この時、エドワード4世は、ヨークシャーでの反乱を鎮圧すべく、軍を率いて北上中だった。いとこのトマス・ネビル率いる艦隊の支援を受けた、ウォリック博とクラレンス公は、イングランド南西部のダートマスに上陸した。ウォリック博は10月に、ロンドンを占領し、遊兵されていたヘンリー6世を福井させて、ロンドン市街を更新させたが、極中生活で、 小水しきり、文字通りの影の薄い姿だったという。新たに、モンターギュ公爵位を与えられたジョン・ネビルは、大軍を率いて、スコットランド編強部へと兵を進めた。この事態はエドワード4世にとって予想外のことであり、軍隊を解散させると、王帝グロスター公と共に、ドンカスターから海岸部に逃れて、ホラントに渡り、ブルゴーニュに亡命した。だが、 この段階になっても、マーガレット王妃とエドワード王子は、ウォリック博を信用せず、フランスから動こうとしなかった。ウォリック博の成功は短命なものであった。新仏派のマーガレット王妃とウォリック博が牛耳る、イングランドとフランスとの同盟成立に、危機感を持ったブルゴーニュ公シャルルはこれに対抗すべく、エドワード4世に、イングランド奪回のための軍を集める資金を、提供する。 1471年3月15日、エドワード4世は、ドイツとフランドルの傭兵からなる、少数の軍勢とともに、ヨークシャー海岸のレーベンスパーに上陸した。彼はすぐに、ヨークの街を手に入れ、支持者たちを集めた。これを撃つべくノーサンバランド博、エクセター公オックスフォード博、ウォリック博の軍が差し向けられた。討伐軍をすり抜けて、 ロンドンに向けて南下するエドワード4世の軍にウォリック博を見限ったクラレンス公が合流した。4月11日、エドワード4世とクラレンス公はロンドンに入場し、ヘンリー6世を逮捕した。4月14日、エドワード4世とウォリック博の軍はバーネットの戦いで決戦をした。この海戦は深い霧の中で戦われ、ウォリック博軍の一部は、 同志打ちを演じている。裏切りが発生したと思い込み混乱状態になった。ウォリック白軍にエドワード4世軍の騎兵が突入し、ウォリック白軍は総崩れになった。ウォリック白は馬に乗ろうとしたところを切られ、モンターギュ港も戦死した。テュークスベリーの戦いに敗れ、連行される、マーガレット王妃、ジョン・ギルバートが、1875年。一方、 マーガレット王妃とエドワード王子は、バーネットの戦いの数日前に、西南地方に上陸していた。フランスに引き返すよりは、ウェールズのランカスター派と合流することを選んだ、マーガレット王妃は、セバーン川の渡河を図るが、グロスター港が通行を阻止したために失敗した。第四代サマセット港エドムンド・ボーフォートが指揮する、彼女の軍隊は捕捉され、 5月4日のテュークスベリーの戦いで壊滅した。捕らえられたエドワード王子とサマセット公は処刑された。戦いからしばらく後の5月14日にヘンリー6世もヨーク王朝を強固たらしめるために殺害された。マーガレット王妃はフランス王ルイ11世が身の白金を支払うまでの5年間ロンドン島に遊兵された。帰国後はフランス王に 安住家寮の相続権を剥奪され、失意と貧窮の中で1482年に没した、リチャード三世作者不明、16世紀後半。チューダー朝時代の年代記作家によって人格を貶められ、シェイクスピアは周回な容姿の期待の悪人として描き、そのイメージは後世まで続いたが、その短い知性については再評価も行われている。 エドワード4世の残りの知性は、比較的平和が保たれた。マッテー・グロスターコ・リチャードと長年の友であり、指示者でもあった、ヘースティングス教、ウィリアム・ヘースティングスには中世に対して、十分な恩賞が与えられ、おのの、中部と北部の支配を任された。クラレンスコ・ジョージは、次第にエドワード4世と不和になり、1478年に、 無本に関与した権利で処刑された。一方、グロスター校は、ウォリック博の維持で、エドワード・オブ・ウェスト・ミュンスターの未亡人であるアン・ネビルと結婚して、ネビル家の首都を引き継ぎ、北部で大きな勢力を蓄えるようになった。1483年4月9日にエドワード4世が、急死した。国王の死を契機に、王妃の親族ウッドビル家と古くからの側近の、 ヘースティングス教徒の対立が表面化した。エドワード4世が死去したとき、王位を継承する、エドワード5世はわずか12歳であり、リバーズ博のモトラドロー城で養育されていた。死の床にあった、エドワード4世は、グロスター公リチャードを、五国教に指名したとされる。エドワード4世が見まかったとき、グロスター公は北部に滞在していた。ウッドビル一族は、 宝物庫と武器庫を兼ねていたロンドン島を確保すると、兵を集めて一種のクーデターを断行した。エドワード四世の死を受けて開かれた国王評議会は、ウッドビル一族によって主導され、ヘースティングス教の反対を退けて、グロスターコを実験のない名誉職に祭り上げる決定をした。危機感を持ったヘースティングス教は、 グロスター港に、ウッドビル家に対抗し得る兵力を持って、ロンドンに入るよう伝えた。ロンドン島の若き王と王子ポールドラローシュが1831年。およそ200年後のチャールズ2世の時代に、ロンドン島内から2人の子供の遺骨が発見され、これが兄弟のものとされたが、真相は謎のままである。4月28日。 グロスター校リチャードとバッキンガム校ヘンリー・スタフォードは、エドワード5世を敬語しつつ、ロンドンに向かっていた、リバーズ博を、ストーニー・ストラットフォードで拘束した。彼らは、リバーズ博に争う意図はないと伝えていたものの、その翌日に、彼を投獄してしまい、エドワード5世には、国王の身を害そうとする、ウッドビル家による陰謀を妨げるために行ったと告げた。 リバーズ・ハクト王のイフ系のリチャード・グレイは、ヨークシャーのポンテフラクト城に送られ、6月末に処刑された。5月4日、グロスター公リチャードに保護された、エドワード・ゴッセイは、ロンドンに入場し、ロンドン島に送られた。エリザベス王大号は、残りの子と共に、ウェストミンスター寺院に入り庇行を求めた。6月22日のエドワード・五世の戴冠式の準備は進められ、 この時点で、グロスター校、リチャードの五国教の任期は終わることになっていた。6月13日、グロスター校、リチャードは、ヘースティングス教を呼び出すと、裁判なしでその日のうちに処刑した。カンタベリー大主教、トマス・バウチャーは、エリザベス王大号に対して、9歳になる、王帝ーク校、リチャード・オブ・シュルーズベリーを、ロンドン島にいる、エドワード5世のもとに送るよう説得した。 子供たちの身柄を確保した、グロスター公は説教師や罰金が無効を使って、コエドワード4世とエリザベスウッドビルとの結婚を違法であり、二人の子は諸子であると訴えさせた。議会はこれに同意して、大たる資格を発し、グロスター公を正式に、国王リチャード3世であると宣伝した。囚われの身の二人の少年は姿を消し、おそらくは、 リチャード3世に殺害されたと見られているが、王位継承権に疑義があった、ヘンリー7世によって殺害されたとする説もある。7月16日に、盛大な戴冠式が催され、それからリチャード3世は、中部と北部への行行に赴いて、気前よく、貸金を施し、また自らの息子エドワード・オブ・ミドルハムにプリンス・オブ・ウェールズの称号を与えた。 バッキンガム公ヘンリー・スタフォード、ウィリアム・シャーロックが、18世紀、1471年に、ヘンリー6世とその王子の、エドワード・オブ・ウェスト・ミンスターが殺害され、その他の者も命を落としたことで、ランカスター家の多い継承者として、リッチモンド博ヘンリー・チューダーの存在が浮上していた。ヘンリー・チューダーの父リッチモンド博、エドマンド・チューダーは、 ヘンリー6世のイフテイであるが、王位継承権自体は、母、マーガレット・ボー・フォートからのものである。マーガレットは、エドワード3世の4男ジョン・オブ・ボーンとの子、ジョン・ボー・フォートの孫である。ジョン・ボー・フォートは、出生時には、死生児であり、後に両親が結婚して、着出子となったが、ヘンリー4世の命によって、ジョン・ボー・フォートの子孫の王位継承権は、 排除させられていた。このために、ヘンリー・チューダーの血統の多い継承権には、疑義があった。ヘンリー・チューダーは、少年時代の大部分を法以下にあった、ハーレフ城と、亡命先のブルターニュで過ごしている。1471年以降、エドワード4世は、リッチモンド博ヘンリー・チューダーの多い継承権について、軽視しており、幾度か身柄の確保を試みるだけだった。 ヘンリー・チューダーの母、マーガレット・ボー・フォートは二度再婚しており、最初は、バッキンガム公の甥、い、その次はエドワード4世1世での養人の一人で、あるトマス・スタンリーと再婚して、息子に対する指示を固めていた。1483年、マーガレット・ボー・フォートはエドワード4世の長女であり、弟たち亡き後は、ヨーク家の相続人となった。 エリザベス・オブ・ヨークとヘンリー・チューダーとの婚約を成立させた。リチャード3世に対する犯行は南部で起こった。1483年10月18日、バッキンガム公ヘンリー・スタフォードがランカスター系のリッチモンド博ヘンリー・チューダーの擁立を標榜して挙兵した。ヘンリー・チューダーよりはエドワード5世か王帝を擁立すべしという意見もあったが、バッキンガム公は 両人はすでに殺害されていると認識していた。南部における彼の支持者の一部が放棄したが、時期尚早な放棄であり、リチャード3世の大官ノーフォーク工場員ハワードによって、バッキンガム港との合流を阻止されてしまう。バッキンガム港自身は、中部ウェールズのブレコンで放棄した。彼は、南イングランドのファントとの合流を図るが、暴風雨によってセバーン川の都下を妨げられ、 ヘンリー・チューダーはイングランドに上陸したが、形勢不利と見て引き上げている。バッキンガム公の兵は上に苦しんで逃亡し、彼は裏切りにあって捕らえられ、処刑された。バッキンガム公の反乱の失敗は、リチャード3世に対する陰謀の終わりにはならなかった。新編でも不幸が重なり、1484年に、王妃安と11歳の王太子エドワードを相次いで、亡くしていた。 リチャード3世は、兄の維持エリザベス・オブ・ヨークとの再婚を考えるが、断念している。ボズワースの戦い。奮戦する、リチャード3世。エイクロニクル・オブ・イングランド、1864年、バッキンガム公の残党や不平貴族が亡命中の、ヘンリー・チューダーの元に集まった。リチャード三世は、ブルターニュ校の重臣に賄賂を送って、ヘンリー・チューダーを裏切るようそそのかしたが、 ヘンリー・チューダーは警告を受けてフランスへ逃亡し、ここで彼は日ごと援助を受けた。大貴族やリチャード3世の管理までもが自らに同心すると確信したヘンリー・チューダーは1485年8月1日に亡命者とフランス人傭兵からなる軍勢を率いてアルフルールを出版し、追い風により6日目にウェールズのペンブルックシャーに上陸した。 リチャード3世が任命した、ウェールズの大官たちは、ヘンリー・チューダーに合流するか、傍観した。ヘンリー・チューダーは、ウェールズと、辺境地方を進軍しつつ支持者を募り、相当数の兵力になった。8月22日、レスタジャーのボズワースで、ヘンリー・チューダーとリチャード3世の決戦が行われた。両者とも喫食を明らかにしない、スタンリー兄弟の同性を睨みつつ、 戦いに入った。リチャード三世軍では、初手の野戦から、敗下の農産バランド博の軍勢が動かず、乱戦に入ると、スタンリー兄弟が、ヘンリー・チューダーの側につき、リチャード三世軍の側面をついた。敗北を悟った、リチャード三世は自ら敵陣に突入して、ヘンリー・チューダーの目前にまで迫ったという。リチャード三世は沼地で落馬したところを、 ウェールズ人の兵士リー・ストーマスによって、長らうので首を切られて倒れた。寝返った、スタンリー・卿は、戦死した、リチャード3世の王冠を、ヘンリー・チューダーに捧げたと伝えられる。リチャード3世の遺体には、お辱が加えられ、裸にされて、ラバで引き回された、チューダー家の起床。ランカスター家の赤バラとヨーク家の白バラを合わせた、形になっている。 勝利したヘンリー・チューダーは、ロンドンに入って、議会を召集し、1485年10月30日に、大冠式を挙行した。11月に開催された議会は、ヘンリー・七世の決闘についてはさほど詮索せず、ボズワースの戦いの勝利を、神のご意志として、即位の正当性を承認している。翌1486年1月18日、ヘンリー・は、 自らの地位を固めるために、エドワード4世の王女であり、当時最有力なヨーク家系の多い継承権を許していたエリザベス・オブ・ヨークと結婚した。これにより、ヘンリー7世は2つの王家を統合することになり、ライバルだった白と赤の両家の図案を組み合わせた、新たなチューダー・ローズを用いるようになった。ヘンリー7世は王位を固めるために、 様々な口実を設けて潜在的な大井系証権者を粛清し、この政策は時代のヘンリー達成にも引き継がれている。アイルランドで反乱軍にエドワード6世として衰退されたシムネル少年。エンサイクロペディア・ブリタニカ、11スエド、1910年パーキン・ウォーベック。王帝洋区公リチャードを名乗り、リチャード4世を戦勝した。 多くの歴史家たちはヘンリー7世の即位をもってバラ戦争の終了としているが一部の者たちはヘンリー7世を打倒してヨーク王家を再興しようとする陰謀がなおも存在していたことからこの内戦は15世紀末まで続いたとしているボズワースの戦いの翌1486年リチャード3世の自重だったラベル卿がヨークシャーで挙兵する事件が起こったが ウゴの州であり、戦う前に死産した。1487年に、ラベル教は、スイス人及び、ドイツ人傭兵を率いて、アイルランドに上陸する。この反乱にはエドワード4世の妹で、ブルゴーニュ公の未亡人のマーガレットが関与しており、リンカーン・ハクジョン・ドラポールも加わっていた。反乱軍の指導者たちは、ランバート・シムネルという少年を、 ヨーク系王族の生き残りで最も有力な多い継承権を持つオリック博、エドワードの替え玉とし、ダブリンにおいてエドワード6世として退官させた。だが、本物のオリック博の身柄はすでにヘンリー7世に確保されており、その証明として彼はロンドン市街を更新させられた。反乱軍はランカシャーに上陸してイングランド本土に進攻するが、 7月17日のストークフィールドの戦いでヘンリー7世率いる国王軍に撃破され、リンカーン博は戦死し、ラベル卿は逃亡した。捕らえられたシムネル少年は赦面され、宮廷の厨房の使用人とされた。1491年にエドワード5世と共にロンドン島に遊兵され、消息を絶った王廷洋区公リチャードを名乗る人物が現れたことにより、 ヘンリー7世の王座は再び脅かされた。ウォーベックは、フランス王シャルル8世やブルゴーニュコータヒ・マーガレット、ハプスブルク家のオーストリア大公マクシミリアンの支持を受けてリチャード4世を名乗り、ネーデルラントやアイルランドで活動し、幾度かイングランドへの上陸を図っている。1496年には、スコットランド王ジェームズ4世の支援を受けて、ノーランバランドへ攻め込むが、 ヨーク派からの指示を得られず失敗した。1497年にコーンウォールで重税に抗議する反乱が起きた。ウォーベックはこの反乱に加わりエクセターを包囲するが失敗して捕らえられた。彼は同じくロンドン島に監禁されていたオリック博と共に脱獄を図るが失敗し、1499年に二人は処刑された。 ヨーク家の血統を継ぐ者として、バッキンガム公、エドワード・スタフォード、リンカーン博の弟である、サフォーク公、エドムンド・ドラ、ポール、リチャード・ドラ、ポール兄弟が残っていた。サフォーク公は1501年に、国外へ逃れてヘンリー7世伊達を企てたが、もはや支援する君主はなく、イングランドに創刊されて1513年に、処刑され、ヨーク派による陰謀はほぼ収束する。 バッキンガム公、エドワード・スタ・フォードは、ヘンリー・パッセイの時代の1520年に、差したる理由なく、捕らえられ処刑された。リチャード・ドラ・ポールは、フランス王・フランソワ一世の講演を受けて、イングランド侵攻を企てるが実現せず、1525年のパビアの戦いで、フランス軍に加わり戦死している。クラレンス公の娘のマーガレット・ポールは、チューダー家と和解して生き残り、 ソールズベリークくらいの執着を許されたが、1541年に、ヘンリー達成によって処刑され、チューダー家に対抗し得る、プランタジネット家系の大池経証券者は、完全に抹殺された、ヘンリー7世、作者不明、1505年、30年以上も続いた、この内戦によって、イングランドの国土は荒廃したとされるが、 これは新たに成立したチューダー朝によって誇張された、プロパガンダに過ぎない。ヨーク家とランカスター家の権力争いである。この内乱は、他国の戦争や内乱と異なり、抗争を行う貴族たちは、新民の支持を得るために、彼らを戦いに巻き込むことを避けており、同時代のフランスの歴史家、フィリップ・ド・コミューンルは、イングランドでは、田園も建物も破壊されなかったと述べている。 戦闘行動自体も合計で428日間に過ぎなかった。戦闘はごく短期間のものが時間を置いて断続的に続いたのであり、工場戦やそれに伴う略奪は少なく、1460年の北部兵を率いたマーガレット王妃の反抗時の例外的な略奪も減損する当時の記録からはわずかな影響しか認められない。 この内戦の30年間、民衆の生活はほとんど脅かされておらず、ヘンリー7世は良好な状態の国土を継承できた。バラ戦争の結果、貴族がほとんど絶滅したかのように説明されることがあるが、実際の現象は25%程度であり、少ない数字ではないが、絶滅という表現には当たらない。家紋断絶の理由も、着室男子を書いたことが、 戦士や処刑と同程度に存在した。一方で、この時代以前の大貴族がほとんど姿を消したのも事実である。ヘンリー7世は貴族数を抑制し、1485年の即維持の50矢が1509年に死去した際には35矢になっていた。断絶した貴族の所領は横領地化され、王室財政の強化に死された。 ヘンリー7世は、貴族の私兵である、故障団の抑制を図り、最初の議会で、貴族たちに故障団を保有しないことを制約させ、1504年には、揃いく禁止法を出している。もっとも、その規制中には、議事法権制度を完全に解体することはかなわず、情報を余儀なくされることもあり、部分的、個別的な規制に止まっている。大貴族パーシー家をはじめとする、 在地貴族が根を張り、王権の支配の弱かった北部については、1489年に、ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーが王死すると、これを後期に、サリー博、トマス・ハワードを送り込み秩序回復に成功した。地方統治においては、国王にとって危険な貴族に頼らず、ジェントリーに依存しようとする、ランカスター・アーサ、ヨーク・アサからの政策が踏襲されたが、 その達成には長い時間を要することになる。ジェントリーは無給の治安判事として地方行政の中心的役割を担い、有能な者は中央の国王評議会にも起用された。身分の枠にとらわれない実用主義の人材登用がチューダー朝の特徴となる。ヘンリー7世以降、チューダー朝は王権の強化を通した絶対王政の基礎を 固めてゆくが、イングランド王は、古来からの監修法や議会による制約が強く、同時代のフランスやスペインのような強力な、中央集権の完成には至らなかった。ウィリアム・シェイクスピア・ウィリアム・シェイクスピアの最初期の作品、ヘンリー6世、第1部、ヘンリー6世、第2部、ヘンリー6世、第3部、そして、リチャード3世は100年戦争末期からバラ戦争の、 時代を題材とした歴史劇であり、第1.4部作と呼ばれている。エドワード・ホールの年代記、ラファエル・ホリンズ・ヘッドの年代記などが財源に用いられた。ヘンリー6世3部作については成立時期とともに、執筆者をめぐっても議論が続いており、第1部は合作説が強い。歴史劇なので必ずしも史実に忠実ではなく、劇的効果のために、 人間関係は大胆にアレンジされ、事件の時系列は圧縮されている。リチャード3世は醜い要望のセムシ男として描かれ、劇中で王冠を狙う野心をとろして悪党になると宣言する際立った印象を与える人物となっている。第1.4部作は、妖王を殺害して王位を散奪した悪王リチャード3世がヘンリー・チューダーに倒され、 チューダー朝の成立により、真の平和がもたらされて完結する。その後、これらの歴史劇が一度に上演されることは、ほとんどなかった。1963年、ジョン・バートンとピーター・ホールがこれらの作品を要約した、バラ戦争を制作し、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーによる上演を行った。この上演は1965年に、BBC で放映された。 1981年から1982年には原作の変更を最小限に留めた四部作が上演され BBC で放映されている。リチャード3世は様々な形でたびたび映画化されている。その他のバラ戦争を扱った主な作品には以下のものがある。ありがとうございます。